ビクトリア朝時代に再建された時の絵状の前のロビンフッド像ノッティンガム城はイングランドのノッティンガムに建つ城である。ロビンフッドの宿敵、ノッティンガムの大官が住んでいた場所、そしてイングランド王エドワード3世の派閥が母である王妃イザベルとその愛人ロジャー・モーティマーを捉えた城として有名である。 南と西に40メートルの崖を持つキャッスル、ロックという自然の高台の上に立っている。中世において重要な王家の要塞であり、王城であったこともある。16世紀には重要度も低下し、1649年に大規模に破壊された。第2代ニューカッスル公爵ヘンリー・キャベンディッシュの手によって再建されたものの、1831年の 暴動で焼け落ち廃墟となった。しかし、残った部分を活用して再建され、美術館、博物館となっている。元の城の部分は少ししか残っていないが、当時のレイアウトの面影は十分に残っているとされている。イングランドのほぼ中心部に位置している。キャッスル・ロックという砂岩を露頭させた、リーン川がそばに流れ、さらに南にはイギリスで3番目に長いトレント川が流れ、 とか地点を持つこともあり、戦略、交通の要衝として重要な位置を占めた。サガンのキャッスルロックは掘りやすく、地下牢、貯蔵庫やエドワード3世の派閥がイザベラとモーティマーを捕らえた際に潜入用として使用した秘密の通路、モーティマーの穴が作られている。近くには貴族たちの狩猟場となる森が複数あり、そのうちの一つにはロビンフッドが隠れ住んだ。 シャーウッドの森がある。アングロサクソン入植地の時点では、今日のレースマーケットと呼ばれる限られた土地に住み、かなりの防衛策と防壁に囲まれていた。この守りもノルマンコンクエストで破壊されるが、追記とともに守りが固められ、1086年の土地台帳、ゥームズデイブックにもこの様子が記録されている。最初の城は、ノルマンコンクエストを行ったウィリアム一世の命で、 ヘイスティングズの戦いの2年後の1068年に木造のモッドベイリーとして建てられた。この木造の城はヘンリー2世の地性時により強固な石の城に建て替えられた。この城は堂々として複雑な構造を持つ城で、キャッスルロックの高台にアッパーベリー、北に王の住居を持つミドルベリー、東にラージアウターベイレーを持っていた。1194年3月には、 ヘンリー2世の息子リチャード1世の支持者が十字軍で使ったものと同じ工場兵器を使用し、この城を占拠したリチャード1世の弟ジョンの支持者を降伏させた。1330年10月19日、エドワード3世の18歳の誕生日直前に、エドワード3世の派閥が父エドワード2世を殺し政権を意のままにしていた母であるオーヒーザベルとその愛人、ロジャー・モーティマーを捕らえた。 エドワード三世はこの城を居城とし、ここに議会を開いた。1346年には、百年戦争と連動したネビルズ・クロスの戦いで捕虜となったスコットランド王、デイビッド二世の遊兵先ともなった。1365年、エドワード三世は、ミドルベイリーの西側を強化し、新しい塔や刑務所などを設置した。リチャード二世は、ロンドンに議会を開き、 1397年の会議以降はこの城に訪れていない。1403年から1437年までヘンリー4世の非常の居城となった。バラ戦争の時のみ軍の施設として再使用された。イングランド王エドワード4世はこの城で自身が王であると宣言し、1476年に新しい塔と王居の建設を命じた。1536年。 ヘンリー・パッセイは城の強化と人民増加を行った。1538年に王室の大臣は補修の必要性を報告した。1525年には大ホールの屋根の一部が落ちてしまった。また新しい建物の方でも木材、ガラスや鉛の腐食が見られたという報告がなされていた。16世紀には大砲によって陳腐化したことから、1600年以降は、 王宮とはされなかった。心境と革命勃発直後に、この城は幾度もの戦闘にさらされ早々に半壊状態になった。第一次イングランド内戦が開始し、1642年8月にチャールズ一世はノッティンガムを軍の集結地点として選んだが、出発した直後に議会派の軍がキャッスルロックを確保し、防衛線を構築してしまっていた。 議会派は、ジョン・ハッチンソンの指揮のもと、内戦終結まで幾度もの応答派の攻撃を撃退した。1649年のチャールズ一世処刑後、再使用できない養城は完全に破壊された。公爵邸の入り口チャールズ二世による1660年の王政復興後、1674年から1679年の間に、 第二代入荷する公爵ヘンリー・キャベンディッシュによって、前の構造の礎に建てられた。しかし、産業革命の到来とともに、公爵の権勢は衰え、インドを除いた大英帝国において最低な、スラム街を持つに至った。そして1831年、スラム街に住む住人は、選挙法改正法の成立に反対する、入荷する公ヘンリー・ペラム・クリントンに抗議し、 邸宅を焼き払った。1875年に復元され、1878年にウェールズ公によってノッティンガム城博物館として公開された。2018年7月から2年間、3000万ポンドを使った改修のため閉館した。ノッティンガムで作られた陶器大理石彫刻、ノッティンガムレースのコレクションや多くの絵画作家の作品が展示されている。 ありがとうございます。